ハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。本日は V ジャンプの、発売したということで、ドラゴンボールスーパーの最新話の感想をやっていきたいと思います。はい、ということで、以前ね、豊太郎先生が出したあのネームのやつはね、上げられたので、前回はちょっと遅くなったんですけど、今回はちょっと早めに撮りました。ガス VS グラノラ、第79ですね。はい、以前もね、そのネームで話した通りに、ヒーター一部のね、エレクが願いを叶いまして、ガスがパワーアップしてきたと。そしてグラノラの方はね、ベジータから先頭をもらって、自分でこう、復讐相手のヒーター一味、つまりガスをお前が倒してこいって、ということで今回はタイトル通りですね。ってことで、いよいよガス VS グラノラですね。はい、始まりました。でも本当もうバトルですね。ガスはなんかこう盾を2つ出しながらこうグラノラと戦って、どんな感じのバトルになるかと思ったら、グラノラは得意のこう狙撃、機弾の、拳銃みたいな感じでポンポンってやって、で対する、ガスはっていうと、結構武器を次々にこう変えてね、悟空と戦ってた時と同じで、槍とか、結構珍しいのはね、クナイみたいのを出したんですよ。忍者が使うあのクナイね。あのクナイとかもフューッとか出したり、ね。でっかい鉄球をこう使ったり。で、それを受け止めたグラノラがね、すごいこう、グッて受け止めて、で、その後にその鉄球を爆破させるとか、そういうなんか、ちょっと本当過去に見ない戦い方なんですよ。ね。で、その爆発した後に空中にあのクナイをこう停止させて、一気にこう襲う。あのピッコロさんの、空砲威弾みたいなね、ピッコロさんのあの17号にあったね、あの感じの、全方位からのこう攻撃とかしたりね。ただそれは難なくこうグラノラが受け止めたり、ね、すごく目がいいのでね、この手の技はもう俺には効かない。でそこで悟空が聞くんですよ。どんな感じだ、グラノラのやつは互角かそれ以上だってベジータが言うんですね。そうか、さすがだなみたいな感じで、確かに圧倒してるんですよね。てっきりガスが、グラノラを圧倒するのかなと思ったら、意外と劣勢なんですよ、最初ね。そこでね、おい、なんでガスの方が押されてんだよってね、でオイルとマチちゃんが見てるんですよ。ガスっていうのはたった今宇宙一になったばかりだ。そうか、グラノラと一緒で最初は力が出せねえんだな。そう、グラノラも最初、めちゃめちゃね、パワーアップしたんですけど、まだ自分の力にこう体が追いついてない。ギニューさんの時ほど全然力が出せないってわけじゃないんですけど、ギニューさんのチェンジはちょっとまた別か、違う人の体に入ってたからね。ただ今回もなんかそのパターンで、自分のキャパオーバーの力を持っている状態でいきなりなったから、まだその力に慣れてないってことで、まだまだスケール隙はあるんじゃないか、悟空たちはね、そのグラノラとの戦いでも思ったわけなんですね。で今回もそうなんじゃないのかなって言ってますね。案の定確かに結構押してます。力の差があるが、今のうちなら倒せるぞとベジータが言うんですね。で、悟空がね、でもあいつなんで武器を出すあの技ばっかり頼ってんだ。さあな、あれがあいつがもらった、授かったギフトなんじゃないのかなって。宇宙一になった際にもらった能力なんじゃないのかなって。俺もそう思ってたんですけど、ここでね、モナイトさんが答えてくれたんですよ。いや、武器の創生はガスがもともと使っていた技じゃと。あ、そうなんですか。もともと使ってた技なんですかみたいなね。で、それを使っている、まだなんかその、宇宙一になった技というね、技をまだ見せてくれないんだみたいなね。ちょっと余裕をかましてんのかなと思ったらね。そこでマチちゃんも、また答えてくれるんですけど。そうか、あいつ自分の技でグラノラを倒したいんだって。あ、そういうことね、と。プライドですよ、プライド。ガスもなんか、ちょいちょいそういうとこ見せてたじゃないですか。なんかちょっとプライドの高い、戦闘が好きな、ちょっとプライドの高めの、どっちかというとベジータ、でもベジータって、ね、珍しい、ちょっとこういうなんか自分のスタイルでとにかく倒したいっていう感じですね。グラノラはもういらない、引いた一味には俺がいればいいんだみたいな、そういうねプライドも垣間見えたので、ガスは力を発揮できないんじゃない、使いたくないんだって。でそこでね、この技しかないならお前の負けだって時に、さすがに力を解放したわけなんですね。ガスがなんかボーっつってなんかバリアみたいなのを張って、グラノラが放ったパンチを受け止めたり、とんでもない火力のね、気候波を打ったり、やっぱり力を隠してやがったかってグラノラが言うんですね。じくじたる思い、俺は自ら磨いてきた技で貴様を殺したかったが、ちょっと無理そうってことで、瞬回路を使ったりね、お前が授かった力は当然俺にも備わっている。つまりグラノラがもらった力もガスが使えるんですね。それが瞬回路だったり、破壊だったりね。はい、なんと宇宙一になるとね、漏れなく瞬間移動と、ビル様の破壊がもらえるわけなんですね。
しかも威力は、まあ、当然グラノラより後に願ったので、グラノラよりはるかに上ということで、そう簡単に勝てるとは最初から思っていない。いいぜ、お前の宇宙一を見せてみろよ。俺もまだまだ力を残しているぞと。そっからはね、面白いんですよ。瞬間移動のバトルなんですね。シュンシュンシュンって、まるで瞬間移動同士のバトル、瞬間移動が使える同士のバトルって結構レアなんですね。まあ、それこそ俺が一番ね、ドラゴンボールで好きな映画、ドラゴンボール Z で一番好きな劇場版の映画があるんですけど、100億パワーの挑戦士たちっていうのがあるんですけど、ごめんなさい、タイトルちょっと間違ってるかもしれないけど、100億パワーのメタルクーラーが出てくるやつですね。あれはなんとね、メタルクーラーもその瞬間移動を覚えたんですよ。で、悟空も当然瞬間移動も覚えてるんですね。スーパーサイジン、ヤドラト星から帰ってきた、悟空のその後の話なんで、はい。もうそこのね、瞬間移動同士のバトルがめちゃくちゃ好きでね、あそこだけでも俺はね、こう全映画の中で一番好きなんですよ。クーラと、悟空、そして初めてベジータが劇場版に参戦してくる、その100億パワーのね、挑戦士だったか戦士たちだったか忘れちゃったんだけどね。はい。絶望感も良かったよね。まあ、そんな感じで、お互いこう瞬間移動が使えるグラノラと、ガスの戦いもかなり面白いですね。で、それを見てる悟空がね、二人ともやっぱり瞬間移動が使えるのか、苦労して覚えたのに簡単に使ってくれるなみたいな、ちょっと悔しい顔してるんですね。まあでもグラノラがここで押すんですよね。いや、よく見ろ、簡単には使ってないぞ。え、やっぱりガスの方が技に慣れていない。パワーとスピードはあってもあんな雑な瞬間移動を見たことがあるか。確かにちょっと雑なんですよね。なんかこう瞬時に移動するんじゃなくて、ちょっとなんか小刻みに移動してる。だから隙ができるんですね。あ、だいたいこいつこの辺に来るんじゃないのかなってことで反撃されるんですよ、グラノラに。本当だ、精度だけならまだグラノラの方が上だ、勝機はまだあるぞというとこで、今回は、終わりですね。まあ、ざっとまとめ感想としましては、今回ね、分かったことは、ガスは自身 の力はその武器を創生するというね、これは多分バーダックの時にも使っていたんでしょうね。自分のその力を使って本当はグラノラを倒したかったんだけど、まあ思いのほか手こずるということで、しょうがなくドラゴンボールから授かったね、宇宙一のギフトを使ってね、戦い始めたんですけど、また力にまだ慣れていないからこそ、まだそのグラノラにも突き入る隙があるんじゃないかってとこで、終わってますね。今年最後の、V ジャンプとなりました。今年最後のドラゴンボールスーパーの最新話でございました。またね、まあ来年ですよ、来年グラノラ編の、まあ、もう本当もう終盤に向かっているんじゃないのかなって感じですけど、まあどうなることやらね、このままやっぱりこうグラノラがなんとか押して倒すのか、こっから本当どうやってね話が進んでいくのかがちょっとまだ見えないんですけどね。まだフリーザとかも出てきてないしね、ガスだけでこう終わってしまうのかっていうのもちょっと飽きない感じですよね。うん、まあちょっと申し訳ないけど、ガスだとボスとしての器不足なんじゃないのかなって思ってますけど、でもガス以上の選手どうやってね出すのかちょっと分かんないんですよね。そこがちょっと今後の期待でもあるところなんですね。いや、どう進んでいくのかなっていうのがまだちょっとね見えないんですよ。ガスをこう倒した後にどう進むのかっていうのがね、まだちょっと見えないんですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。では、バイバイ。